おはようございます。昭和とコミッチャンネルでございます。今アマゾンでね、生きるっていう映画やってるんですよね。志村たかしさん、黒澤明監督のね、有名な生きるっていうのは僕大好きなまあ、映画なんですけどね。もう一個生きるっていうか、日本語題が生きるでね、まあ、中国語だと、まあ、不王者っていうかね、その、まあ、コンリーっていう女優さんはね、中国好きじゃなくても、まあまあ知ってるぐらい超有名な、まあね、当時昔はなんか中国の桃井ちゃんとか言った時代もあったんですけどね、まあ名女優ですよね。今でも活躍されていると思うんですよね。最近の事情はちょっとよく分かってないけども、まあ、80年代あたりすごく活躍された女優さんで、まあ、その不王者ですね、生きるっていう映画が今アマゾンでね、見れるので、まあ、ぜひ見ていただきたいなと思う。で、中国の歴史がですね、何があったのかということですよね。まあ、その、資産家、資本家ですかね、そのお金持ちがですね、もう一夜にしてもう犯罪人に祭り上げられて、首を切られるなんてね、まあ、そういう、こう衝撃的なシーンもあったりね、主人公の男がですね、まあ、その奥さんであるコンリーをですね、泣かせる、まあ、放蕩息子なんですけども、とうとう博打でですね、全屋敷をね、売られてしまったわけですね。まあ、取られちゃったんですよ。まあ、一文無しになってね。で、悲しむかと思うと、婚礼はそれほどでもないんですよね。なんか主人と一緒になんかこう商売するのがこう楽しいみたいなね。まあ、そういう屈託のない、部分があって、まあ、明るさに助けられる本当にいい奥さんなんだな。で、まあ、そんでね、時代が変わると本当にその、今までその屋敷を乗っ取ってしまった男がですね、今度は犯罪人のようにね、資産家、創始派とかね、まあ、そういうふうに言われましてね、このその犯罪人として、まあ、その首を切られたり、ね、死罪になってしまうわけですよね。その毛沢東がやっぱりその共産党の時代ですからね、資産を持っている人は悪人なわけですよ。そういう嵐のような時代があったり、まあ、鉄を作ったりね、鉄を作ってこう、本当にこう、あの鉄はひどいものだったんですけどもね、イギリスやアメリカを追い越せとかね、まあ、むちゃくちゃなことを、まあ、次が次から毛沢東がね、やるんですけども、まあ、それはひどい時代ね。まあ、しかしね、こういろいろその、そういうひどい時代でもですね、よく見てみるとですね、まあ、こう人民公社でみんながですね、まあ、貧しいながらも、こう飯を食ったり、してる姿を見るとですね、まあ、今日本にはない、本当に孤独がないんですよね。だから、そのみんなが、まあ、助け合ってっていうかね、もちろん喧嘩もするんですけどね、まあ、そう生きるためにね、まあ、みんな我慢して、とても思い出したくない時代かもしれないけれども、なんとなくですね、まあ、ほんわかしてるんですよね。僕は最初に中国行った時に、もう今から、かれこれ35年以上前ですけれども、なんとなくこう、まだのんびりしてたんですよね。まさかですね、この日本以上のですね、ハイテク国家になっていこうという、そして、まあ、まあ、仮想敵国ですね、まあ、敵国的なものになってしまうなんてことはね、まあ、想像だにしなかった時代が本当にあったんですよね。まあ、だからあの時のことをちょっとこう思い浮かびますとね、まあ、貧しいながらもなんかこう、その庶民をですね、なんとなく、楽しそうにやってたななんてね、思う部分もあるということでね。最近こう本当にこう米中対立で、きな臭い感じになってますけども、まあ、どうかその、まあ、国としてはね、まあ、敵的なものあるかもしれないけども、まあ、人間はね、そんなに違わないんでね、まあ、その辺は分けて考えてほしいなと思って、で、この映画本当に素晴らしくてね、ぜひ皆さんにおすすめなのでね、見ていただければ、その中国の時代、そしてね、まあ、理不尽な目に、まあ、あった時にもですね、逆の目から見ればですね、まあ、今日も斎藤ひとりさんが言ってたんですけども、まあ、西郷隆盛がね、まあ、鹿児島に流された時に、まあ、お父様に嫌われてって言ってましたけども、まあ、そういう時にはね、まあ、かえって逆にその時に西郷さんはよく勉強したし、まあ、家庭も作った、ね、いい時代もあったわけですし、そしてまたその、
守られた何よりもね、もし江戸に行ってたりとか、活躍をすればね、もう命を狙われてることももっともっと多かったし、もっと早く死んでたかもしれないし、まあ、そう思うとね、どんなことがあってもですね、大きく神様的な目でね、神様からどう見えるか、そういう目で見るとね、非常に心が楽になるし、また希望も湧いてくるんじゃないかなというか、まあ、そういった意味でもその生きるっていう映画もね、まあ、翻弄される中国人の生活がもう本当にすごいんですけれども、まあ、あと振り返ってみればですね、あの時は良かったななんて、感じもありますよね。以上、昭和特朝から3チャンネルでございます。ご清聴ありがとうございました。